速稼塾の久保です。今日皆さんにお伝えするのは教育と学習が違うということです。教育と学習は違いますよ。教育というのはですね、あなたがポカーンと口を開けてれば誰かが勝手にあなたに持ってきてくれるものですよね。学習というのは違います。学習というのは自分で必要なことをあらゆるところから取り出して学んでいくことです。こんだけ違うんですよ。学習と教育イコールになりがちなんですけども、学習というのは全く違います。あなたの自発力が求められています。そしてあなたの行動力が求められているんですよ。ですから教わってないからできないという言葉にはならないんですよ。教わってないけど自分で勉強したんでできるようになる、これが当たり前なんですよ。そして勉強するツールは皆さん持ってるんですよ。スマートフォンです。スマートフォンでたどり着けない情報はありません。特に我々が暮らしをしていて、たどり着けない情報はないんですよ。たどり着けない情報があるとしたら、それはあなたに必要のないものばかりです。宇宙の果てはどこにあるとかですね、宇宙人はどこに住んでいるとか、深海は本当はどこなんだとかね。こういうのはあなたの必要とか、あなたの趣味とか、あなたの仕事には、ね、全く必要ありません。ですから、揚げ足を取ってそういうことを発想しないようにしてください。あなたが今、今日、一日を暮らすのに、そしてあなたの夢を実現するのに必要な情報は全てスマートフォンで取り出せます。ところが残念なことにですね、歩きスマホと言われる現象のように時間を惜しんではみんなスマートフォンやってるんですよ。でもなんで社会は良くならないんでしょうか。歩きスマホをやってる人の能力が高まっているでしょうか。そうですね、これ非常におかしな問題ですよね。スマートフォンで情報が取り出せると言ってるのに、全てのことが解決すると私は言ってるのに、スマートフォンでそれができてない人がいるんですよ。これは大きく分けて2つの違いがあります。一つはスマートフォンで私的なですね、私的な自分だけのことをやってるのかということと、そのスマートフォンによって社会のことを考えるために使っているかってことなんですよ。社会を良くするためにスマートフォンを使っていれば自分の能力が必然と高まってくるんですよ。ところが自分一人のこと、もしくは自分につながる数人のことのためにだけ個人的な、例えばなんか LINE のメッセージとかですね、まあそれでもいいんですけども、ごくごくまあたわいもないことも必要なんですが、それだけを歩きスマホの方に時間を惜しんでそれだけをやっていたら何も良くなりません。社会を良くするためにどうすればいいんだろうかと。社会といってもそんなに大きなところが考えられないと。じゃあ自分の属している会社ですとか組織集団の全体が良くなるにはどうすればいいのかなと、スマートフォンでその情報を取り込んでそれを自分の、組織ですとか会社とかに再アウトプットすればどうでしょうかと、良くなりませんかということなんですよ。ところがですね、通常はですね、ある一定の組織の中でこの限られた中で情報のやり取りしてるんで、社会から何も取り出してないんですよ。これが悪いスマートフォンの使い方だと私は思います。ぜひですね、あなたの属している社会の外側からいろんなものを取りに行って、そしてあなたの小さい、コミュニティの中でですね、存分にそれを社会から、世界から取り出したものを発信してみてください。こうすることによってですね、教育ではなくて学習が進んでいくということになってきます。はい。ではですね、次回は、経験というものについてお話しします。ありがとうございました。